皆さんこんにちは。こんにちは。マジュアルの刺身です。あぼあぼ。こんちゃんです。はい。ということで、はい、なんで雨なんですか。すごいおかしいな、ね、マジで。雨雲レーダーには一切乗ってない。乗ってない。はい、のに雨。彼ですよね。ちょっと気象庁の方今ここ来た方がいい。なんで雨降ってるの。そうそれ調べたらかなり今後の気象のあれですよね、研究に役に立つ。うん、そう。はい。急いで今いるからこれでもここじゃあ上がる頃にはもう1ヶ月後2ヶ月後やからだいぶ先なんで彼を水が足りないところについていってあげたら。ああそうですね、うん、で基本ここってもう晴れしかないじゃないですか。そうですね。あ違いましたっけ。晴れの国じゃない。あ晴れの国じゃないですよ飛び越えちゃいました。あれおっとおっと皆さん初めての景色でございます。ありがとうございます。ということで、今回僕らがやってきたのは、はい、広島県でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。広島県来ました。ついに上陸しました、ね、ありがとうございます。初上陸でございます。ありがとうございます。そして広島県は尾道カントリークラブ、宇根山コースということでありがとうございます。初コースでございます。そうです。尾道、はい、まあ、尾道といえば尾道ラーメン。あー、ありがとうございます。行きたいですね。行きたいですね。行くんでしょ今日サブちゃん。ね、サブちゃんないけど俺ら帰る時に閉まってます、ね、閉まってますか、うん、おかしいな。おかしくない、おかしくない、おかしくない、うん、僕ら一番観光できひん着方した、はい、当日に来る日帰り遅いスタートで、はい、終わるんが5時ぐらい。5時ぐらいで帰ったら9時10時よくないね。あれ俺ら時間の使い方合ってるこれ本当にゴルフだけしに来ました、はい、まあまあでもね、はい、尾道さん尾道カントリークラブさん、はい、かなりタフなコースと聞いてるんで、はい、まあ、今回は、はい、僕ともんちゃん初コースということで、はい、まあ、攻略していくぞというね意気込みを持ってきました、まあ、初見なんでね、はい、まあ、全然そんないいスコアでは回れないです。初見なんで。いい言い訳ですか。まあ初見はね。いきなりちょっと広島の人ら引いてますよ。うん、見えるとこに打っていかないと。まあ、でもね、ここは、うん、まあ、広島といえば、うん、僕らのマイゴルフにも出てもらっている、はいはい、トトロさん。トトロ。藤井さん。ああトトロね。広島の藤井真一プロが、はい、おそらくここはもう庭やと思うんですよ。多分その辺から出てくると思うんですよ。そのうち。藤井さんの鳴き声じゃないですよね。猫バスかなんか呼んでないですよね。いや、これ鳴き声やな、多分。やばい。そろそろ来ると思う。まあ、どっかで来るかもしれないですよね。はい、ちょうどね、先ほど視聴者さんにお会いしたら、はい、皆さん藤井さんとも会ったことがある。そうです。皆さん藤井さんの知り合いでした。もしね、そうですね、まあ、僕らもし今回攻略できなかったら、はい、広島の方、よかったらね、藤井真一プロに、はい、攻略を聞いてください。そうですね。おそらく彼ならここをマスターしてると思う。広島全コース回ってるらしいんで。はい。ここがそんな藤井さんの庭って僕ら知らずに来ちゃったん で、ね、藤井さんを誘えばよかったんですけど、はい、ちょっと誘えてないっていう、はい、YouTuber としてアルマジロということで。藤井さんお待ちしてます。今なら間に合います。遅いです。1ヶ月前です。1ヶ月前です。なんで、はい、まあ、今回はちょっと2人で頑張って、まあ、攻略していこうと思います。皆さんぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。はい、で今回ですね、はい、なんてコースが、まあ、地震や。いや揺れた揺れた揺れたよ。藤井さんがこうしたんじゃないよな。やった多分。やってもうた。で何でしたっけ。いやいや今回ね、はい、コースが結構ブラインドホールが多くて、はい、こうコースが分からない分かりにくいと、はい、いうことでね、ちょっと案内役のちょっと竹内さんに来ていただきました。お願いします。よろしくお願いします。竹内さんね、ちょっとまあ、ここのスタッフであり、こちらのメンバーさんということで、はい、まあ、コースを知り尽くしてるらしいんで、しかもマイゴルフの視聴者。あ、ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとコースを軽く案内してくれるということで。よかった。助かりましたね。これ2回目来たみたいなもんですね。はい、助かります。ありがとうございます。おっす。ってことで。僕らがね、ミスショット打つことがないんで。ほんま。ちゃんと教えてもらえたら。それ大丈夫。ハードル上げたよ。ピッといく。ハードル上げたよ。俺はミスするよ。俺はミスするよ。刺身はミス見たことないからな。これはでもずっと上りのパー4で、はい、右も受けてます。で左も受けてるんで、左右は幅のないであれば大丈夫です。はい、
で左あの一本木が見えるんですけど、はい、あれよりちょっと左より飛んでしまうとその先の木がちょっとかかるんで、なるほど、あれよりちょっと右目の方が安全ですね。右はこのライン、あの見えてるライン沿いだったら、はい、右行かなければ OB ないんで。わかりました、はい、わかりました。お願いします。お願いします。早っ。ちょっとつま先上がりなんで左飛びそうやな。しかもちょっとなんか気になってきたよこれ。ますます藤井さん出てきそうやん。左がダメっていう。難しい。え、あ、ナメクジ。さすがトトロやな。枯れ葉かと思った。でかっ。スティンガースティンガー、スティンガー、ナイス、ナイス、スティンガー。見えるとこ打っといて。ナメクジ当てそうになってなかった。ナメクジもビビって漏らしてるわ。確かに。これって何なんやろな。お願いします。お願いします。カットで。ああ、まっすぐ行ってもた。 あれがどうなんやろ。かすったな。狙えるんかなあれ。マジで過去最大や。過去最大、いいね、そのワード。サムネ使えるよ、全部。過去最大のやつ見つけました。マイゴルフ史上最大のナメクジ。マジでやばかったな。エグすぎて漏らしてた。あ、ボンちゃんの玉がね。あ、ボンちゃんが漏らした。うん。あ、そっち出ちゃった。出ちゃったね。キラキラした液体。モザイクかけといて、あそこ。いやー、霧ですね。これやっぱカメラマンすごいな。すごい、ほんま。マジですごいわ、センスあるわ。岡山で置いてきたらよかった。あ、もうちょっと前です。あ、すいません、もうちょっと飛んでます。ごめんなさい。いやそうやな、あの球でまさかここまで来るとは思わないよな。確かに、思ったより飛んでた。237の打ち上げ。あばす。あの、多分レーザーは当たりません、この霧。もう無理です。見えへんパターン、これなんか久しぶりやなこれ、うん、ちょっとバンカーがうっすら見えるんですけど、バンカーの左かバンぐらいがグリーンなんで。ナイスだ。どこ行った。ナイス。3度目勝負できるやろ。できるできる。あだす。打ち上げすごいね。打ち上げすごい。打ち上げすごい。俺のあのハイドローがあんだけ低く感じる。そうなんですよ、皆さん。これあのチョロみたいに見えるけど、多分フラットなとこやったらそこそこ、うん、まあ、まあ、そう、身長ぐらいは上がってる。そこそこ上がってると思う。怖いね。怖いね。広島やるね。尾道すごいな。練習場でトップ打つ練習してたらマジでトップしか出なくなっちゃった。結構今日は夏やのに寒いですね。ちょうど梅雨なんですけど、珍しくヒヤッとしてる。打ち上げ入れて191ヤードだと思います。アメイヤーするんじゃう。え、アメイヤー、これこのアイアンに変えてるのはちょっとせえへんくなって。ああ、そう、うん、それいいな。でもフォローやな。でも6番でいきます。見えてるバンカーの左端ぐらいにねピンが生えてるんですよ。なんであれの左からちょっとカットがいいな。完璧。めっちゃいいんじゃん。左か、ちょっと。おー、ナイス。見えてないやろ絶対。見えたよ出球が。いやでも良かった、ショット的にはすごい良かった。あれは近い。近いっすか。うん、ほんま。4m。 わー、ザス。やっぱ霧の中まで見えるんですね。見える見える。いや、ザシアン出てくるな、そこ。ザシアン出てきそうやな。ザシアン出てくる。あー、ありましたね、モン選手。あざす。長いなこのホール。パー5じゃんこれ。ドライバースプーンで届かない。90かな。90、56で打ち上げ込み。いいよ、ナイス。あざす。パー取れんちゃう。すいません、すいません、お願いします。広島の方見てくれてるかな。映るかな、広島マイゴルフ。YouTube は世界中映りますから大丈夫です。はい、心配しないでください。そこは大丈夫です。よかったです。Google そこは強い。
Google すごいな。テレビ局とは違うんでね。あー、でかいね。うおい、ほら、手に入るよ。4メーターや。やっぱ見えてんな、この人。いつもビニールハウス越しに外見てるから、もう霧とかある。へのかっぱや。へのかっぱ。いや、しかもめっちゃええとこ落ちてるやん。完璧です。このホール、まあまあむずいよ。むずいむずい。でもやっぱ打ち上げなったら、なあ、ちょっとむずいよな。グリーン柔らかめ。スライス。頑張れ。ボギーでいいわ。まあ、ボギーでな、もう。僕は出だしボギーしか取れへんから。ボギー職人。あ、やった。よくない。今のマジよくない。このさ、跳躍って気持ち出たらほんまあかんな。あ、せやな。なんか自分の力でこうパンって打ったらあんまよくない。今のやばかったんやけど。重さでいかない、手でいったもん。あ、手でいったら確かにそういうことになるわ。ビビるぐらい左飛んだで。あんま曲がるのかな。さすがにやりすぎ、さすがにやりすぎよ。お酒行こう。じゃあお前大丈夫やで。いやいや、行っとくわ。ほんまに。ちょっと砂がついてるから、失礼します。オッケー。え、チャンス。お先はやめましょう、皆さん。学んだね。学んだ。あー、すみません。これ絶対入れたくなってきた。すみません。ありがとうございます。 OK。 よし。まあ、わざと外してあげたから。すみません。やっぱ勝負はな。勝負してないけど。おろみちラーメンかけて勝負。お酒はあかんな。長尺お酒はやっぱあかんわ。なんかあんなチョロしてた人一緒か、あそこは。まあ、パターやな、やっぱ。あなたもパター怪しかったやん。ワンパンチというか、わけわからんぐらい。行こう。この度、マイゴルフ予約がスタートしました。なんと、全国のゴルファー皆様にマイゴルフに出演できるチャンスがあります。応募条件はマイゴルフが自信を持っておすすめする提携コースでラウンドしていただくだけです。ご予約いただいた全ての方々にドリンクサービスかお土産品をお渡ししております。予約方法などの詳細は概要欄の URL をチェックしてください。皆さんぜひ僕たちと一緒にラウンドしましょう。お待ちしております。お待ちしております。170ピンまで。うん、ここグリーン大きいな。7番アイアンで。おお、すげえ。ドロー風や。左か。消えたよ。どこ行った。うわお。どこ。左落ちた。飛ぶんかな。手前の方はいいんですかね、これ。そうですね、受けグリーンになってるんで、手前のピンのちょっと手前側がちょっと傾斜になって登ってるんで、手前からの方が向こう行っときたい気もするな。あ、ピン左、俺のとこそんな難しくないかなと思ってんけど。7で行きます。絶対入れたろ。あかんわ、もう大オーバーやこれ。うん、めっちゃ飛んだ。ああ、2ホールで終わりました。もう実質1ホールで終わってました。任せたぞ、カメラマン。そっちか、そっちか。台が終わってるんで、転がします。どこクッションかな。その辺かな。2クッションぐらいいけたらいいな。スライス上り。当たれ。ああ、惜しい。オッケー。
うわお、これやばいな、逆目やな。ちょっと逆目なんで、エッジの脅威的には P でもいいんやけど、51ちょっと右足寄りに置いて打つ。テクニシャンやな。しかないわ。パターで行きたいけど無理やもん。低い強い球。やお。まあまあいいんじゃない？いや打ててたんかな。ビビったんかな俺が今。さっきの分入ってくれへんかな。もうじゃあちょっと抜いてくれへん。うん、なんか弾かれてどっか行きそうなんです。もう最近ピン恐怖症やな俺。弾かれそう。でもさっきカップにも弾かれたからな。重いわ。思ったより重いんだ。あ、ピン刺す？大丈夫？刺すわ。よし。俺はロボット。ナイス。ありがとうございます。素晴らしい。ダメだ。ナイス。すみません。すみません。ありがとうございます。すごい景色。一回バーディー取ったら多分治るやろ。これ。しんどいわ。そんなもう苦労してバーディー取らんでも苦労してきたのに。苦労してきたけど、もう遠征来たらやっぱこうなんねん。苦労。はい、はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。